皆さん、こんにちは。芸能界で生き抜くというのは、相当な覚悟が必要だとされています。とりわけ、年を取れば誰でも老化しますが、それに逆行するかのようにアンチエイジングに勤しむ人がいます。それほど人気商売なので、人目を気にするということです。自分の欲のまま、不摂生ができないというのもある意味大変なのではないでしょうか。また、もう一つファンから指摘されることがあります。それは体重の増減です。俳優などはその役によって体重を増減させる人がいると言います。そうではなくて、体重の増減も本来自然なもののはずですが、自分のベスト体重を維持し続ける努力も芸能人には求められることがあります。人よりも少しでも人気を獲得しようとする芸能人、自分の人気を維持するため時に多大なストレスにさらされる彼ら彼女らの中には、心の病に陥る者も少なくありません。薬物に手を出す者もいれば、食の方面で異常な行動に走る人もいます。ここでは拒食症を告白したことがある友坂理恵さんについて、過去の様子と現在の様子について見ていきたいと思います。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。ご存知の通り、友坂理恵さんは若い頃学園ドラマなどで人気を博しました。実は過去にドラマに出ていた当時、拒食症を患っていたとカミングアウトしたことがあります。しかし、まだカミングアウトしていない人気絶頂期の時にも次のような発言をしていたことが確認されています。ダイエットなんて簡単、吐けばいいと言っていたということです。このことにより日本中に一気に摂食障害の女性を増やしたと言われています。このような噂話がありますが、たとえそこまでは言っていなかったとしても、誤った情報のもとにご自身も病にかかっていたということになるでしょう。実はその後の続きの話があります。芸能陰と陽、友坂理恵さんは繰り返して嘔吐したことによって歯がボロボロになってしまったそうです。そして虫歯菌から顔半分の成長が止まって顔が歪んでしまったと述べています。以前までは拒食症を患っていたとのことですが、現在は克服されているそうです。拒食症とはその名の通り、食べることを拒否してしまう病気です。体重が増えることへの強い不安や恐怖心があり、食べ物を受け付けなくなっていくそうです。極端な痩せとなっても、痩せている状態を正常と考え、病気であることを認めないことが多いということで、心の病気でもあります。最悪の場合、死に至ることもある恐ろしい病気です。いつ、友坂理恵さんは自身の病気を公表したのでしょうか。それは二十歳の時でした。17歳の頃、拒食症でよく嘔吐したので胃酸で歯が溶けて虫歯だらけになり、神経までやられた虫歯も3本あると雑誌やテレビ番組で告白しています。ドラマ撮影中に虫歯が激しく痛み出したので歯医者に駆け込んで抜髄したら、細菌が入って顔が膨れ上がり、病院に行ったら栄養失調や貧血で骨もスカスカと診断され、2週間入院していたとも雑誌で告白しています。拒食症と同じような病に摂食障害というものもあります。摂食障害は必要な量の食事を食べられない、自分ではコントロールできずに食べ過ぎる、一旦飲み込んだ食べ物を意図的に吐いてしまうなど、患者さんによってさまざまな症状があります。日頃痩せているという印象のあった友坂理恵さんが、実は病気を患っていたということに驚かされます。先ほど友坂理恵さんは歯がボロボロになったと告白していました。こういった症状はなぜ起こるのでしょうか。メカニズムとしては次の通りです。嘔吐したことにより胃液が出ると口の中が酸性になります。歯は pH5.5 以下の酸で溶けますが、胃液の中に含まれる胃酸は pH1 から2と比較的強い酸で、またしばらく口の中に残っているとじわじわと歯を溶かしていくそうです。それが長期間続くと歯が著しく溶けてなくなったり、ボロボロの状態になったりするのだそうです。友坂理恵さんの告白していた症状というのはおそらくこれが該当すると思われます。さて、そんな友坂理恵さんも44歳となりました。2024年4月25日、友坂理恵さんは自身のインスタグラムを更新しました。24時間で投稿が消えるストーリーズ機能を使い、フォロワーからの質問に答えています。質問は出産や育児、
美容など様々なものが届いていました。その中に次のような質問がありました。太りたいのですが、50歳なのにますます貧相に見えて困っていますという女性からのコメントがありました。これに友坂理恵さんは、すっごくわかります。大人は脂肪と仲良くしないと途端に老けて見えるということ、特に顔の脂肪がそげ落ちていくから、私は30代と比べたら8キロぐらい増えていますと明かし、運動もしてしっかり米を食べよう、あとは自分の体質を知ることとメッセージを送っていました。実は芸能人の方が自身の病気を告白することは最近増えてきたと言われています。やはり一般人の体験談よりは芸能人の方が語ることでインフルエンサー的な役割を果たし、啓発活動にも実際役立っているということがわかります。先ほどの友坂理恵さんのように SNS で相談に乗ったり、テレビを通して悩みに共感したりすることで、少しでも苦しんでいる方の力になっているということは大いにあるのではないでしょうか。芸能陰と陽。さて、友坂理恵さんは同じ日のインスタグラムの質問コーナーで出産、子育てについて自身の経験や思いも語っていました。これもフォロワーからの質問に回答していた中でのことです。43歳で初めて出産し、毎日大変ですという女性には次のように回答していました。子育てって全く思い通りにいかなくて本当に大変ですよね。私も産後初めて一人で近所のコンビニに買い物行った時、味わったことのない自由さを感じて泣きましたと告白しています。友坂理恵さんは2003年に舞台演出家で俳優の川原雅彦さんと結婚し、翌年に長男を出産しました。しかし2008年末に離婚しています。その後2011年にはシンガーソングライターのスネオヘアーと再婚したものの、2016年末に離婚しており、現在は再婚となります。2022年12月に編集者と3度目の結婚を発表しました。25歳で出産してから友坂理恵さんの家族の形態は何度か変わりました。その中で息子さんとは2人で過ごす時間が長く、独特な関係性を築いてきたと述べています。そんな中で友坂理恵さんは良い母親でいることを早々に放棄したのだと語っています。これが苦手、これはできないなど自分の弱みを息子には全てオープンにしていたせいか、息子さんの前でだけ見せられる自分のありのままを解放できる何かがあるのだそうです。子供と一緒の時の自分は旦那さんと一緒の時とは明らかに違うのだと述べていました。その言語化できない不思議な感覚にすごく救われているのだそうです。私という人間は本当にダメダメなんです、自分でもびっくりするくらい、わらと述べる友坂理恵さんは、20歳の息子さんからはこのように言われると言います。母ちゃんは基本ポンコツだから、それを受け入れた方がいいよ、分け隔てなく立派な大人となった息子さんと良い関係性が築けているのだと思われます。いかがだったでしょうか。今回は友坂理恵さんの私生活を覗いてみました。先ほど取り上げたインスタグラムの話題で、新米のお母さんに次のようなエールを送っていました。全お母さんたち、本当にお疲れ様です。十分すぎるくらい頑張っているんだから。あとは上手に手抜きをして、何より自分をいたわってあげてくださいね、とメッセージを送っていました。こういったファンとのやり取りをできるだけ多く取り組んでいきたいという意向があるようです。今回の動画の感想や、扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そして、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。